向原寺は、奈良県高市郡のア村にある浄土、新州本願寺派の寺院。別名光源寺。本尊は、阿弥陀如来。境内地は九だらから日本に献上された仏像を、蘇我稲荷が祀った、向原の家の古地とされ、7世紀には、水戸天皇の豊浦宮や日本最古の天寺である、豊浦寺が営まれた。本堂向原寺南方の民家前にある、 豊浦九氏石氷と豊浦寺の真相と伝える石、日本初期、金明天皇十三年十月上の仏教書伝の記事によれば、この年、くだの西王から献上された仏像を、蘇我稲目が小根殿の家に安置し、その後向原の家を清め捨てきて、寺とした。その後、国内に薬病が流行したため、廃仏派の者の部おこしと、中富の鎌子はこれを、 外国の神である仏像を祀ったことに対する日本の神の怒りであるとして、仏像を南波の堀江に捨て、ガランを焼き払ってしまった。願号寺演技にも同様の話があるが、同演技では仏教書伝を土の絵馬念のこととし、向原を、向原と表記している。願号寺演技によれば、お摘み年、止めゆら先に雪柱を建てたとあり、 紀中年に東由良の宮を寺として東由良寺ととしして称たというただし、日本初期では、水古天皇が豊浦宮から昭昆天宮に移ったのは、同天皇十一年のこととしている。聖徳太子伝暦、不装略記には、除名天皇六年に豊浦寺の塔の新柱を建てたとあり、福山敏夫は、豊浦寺の創建は、除名庁であるとしている。ただし、初期における、 豊浦寺の初見は、除名即位前期で、山城の大景王が、叔父の病気見舞いのために、京へ向かい豊浦寺に滞在したとある。初期によれば、主張元年12月、亡き天無天皇のために豊浦寺を含む五家寺で、武者大会という放映が行われており、この頃には、豊浦寺の時間が整っていたとみられる。初期の当該記事には、小根殿豊浦と表記されている。 現在の向原寺周辺には、豊浦寺の遺構が残っており、1957年以降発掘調査が実施されて、塔、近藤、坑道の跡が検出されているが、寺跡には民家等が建て込んでおり、仮覧の全容の解明は今後の課題である。1985年の発掘調査では、 ゲ武ム海原ゲラ境内から豊浦寺行動跡と推定される半畜の基段が検出され、この基段の下層には、石府と掘立柱建物の跡が確認され、豊浦宮の跡に豊浦寺が混流されたとする、願号寺演技の説が裏付けられた。出土河原の変年から、豊浦寺行動は7世紀、第2四半期の混流と推定され、その下層の掘立柱建物はそれ以前の混流と、 なる。行動の平面規模は315メートル以上と見られる。向原寺のすぐ南、集会所のあたりにも建物跡があり、これが近道跡と推定される。1993年の調査では、ライン質みの基段とこれに伴う石符が検出され、道の平面規模は1714メートルである。近道跡のさらに南の障子。 近道では1957年の調査で東跡と見られる14メートル四方の基段と礎石が検出されている。ただし、東跡の基段は前日の近道跡、行藤跡の基段とは方位がずれており、ガラン全体がどのような構成であったかは未解明である。ありがとうございます。